あれ。いたった。教室。あ。そうそう。Is all that remains of a once powerful yokai.
あのさ、級の探偵ってことになってるけど、暇さえあればずっとピアノばっかり弾いててさ、それこそ寝るのも食べるのも忘れて一日中ずっとピアノを弾いてたこともあったっけ。でそのうちコンクールで受賞するようになって、周りの人にも褒められるようになって、それで超高校級の称号をもらえるまでになったの。そっちの方がずっとすごいよ。それしか取り柄がないだけだよ。
ったの？ううん。でも、ね、それは、そっか、よーし、そうだね。あのさ、
うん、もうごめん。困ったもんすね。なんつうか。参ったっすよ。
りゃまあ。おっと。俺の名前は天海乱太郎っす。今のところどんな超高校級の才能があるのか思い、ま、怪しいやつじゃないんでよろしくっす。やっぱ。え？楽しみなんすよ。高級の発明家イルマ・ミュー様だぞ。
ですか？そうだね。あ、うん。え？いや。ねえ。僕は、もう、春川真希、超高校級の保育士。どうでもいいよ。うんうん。ねえ。うんうん。違う。え？別に。ねえ。そうそう。そうね。ちょっと。え？うん。あのさ。
そうじゃないよ。は？あれ？まあ。なんなんだ。まだまだだな。だが、え？昔の話だ。超高校級のテニス選手と呼ばれた星龍馬はもうどこにもいねえ。俺はその慣れの果てだ。やれやれだな。え？いや、そんなことより。そうだね。
おーい、やめてください。やめてください。え、何ですか。そこまでです。ねえ、まさか。やめてください。僕の名前はキーボ、超高校級のロボットなんですよ。お、うん、俺は大間小吉だよ、超高校。ところでさ、笑えませんよ。だよね。バカにしないでください。あの、え、ええ、ですが、どうですか。ねえ、ちょっと、にしし、俺は嘘つきだからね。え、本当だよ。もう、あのさ、おお、でもまあね。もう、まったく。怒った。できません。なんだ、you
うん、ねえ、うんうん、いや大丈夫。あ、ああの名はシングルジ・コレキオ、超高校級の民族学者と呼ばれているよ。おや、そっか、民族学は美しいよ。僕は人間っていいよね。だとすると壁？なんだよこれ、あっちもこっちも囲まれてる。どうなってるの？Threshold of your
ビクンビクン。ビクンビクンビクン。Right now, you're on the threshold of an amazing adventure. Showtime. Oi! One. Chotto! Two. Oi! One. Kusso! Two. E is all that remains of a once powerful Showtime.Now, you're on the threshold of an amazing adventure, Showtime. One. Two. One. あのね。あのね。Two. え? E is all that remains of a once powerful Showtime.Now, you're on the threshold of an amazing adventure, Showtime. One. Two. Two. Hell yeah! Is all that remains of a once powerful Showtime.Right now, you're on the threshold of your mission. Ahoka! Magma! ねえ。いて。あのね。そうそう。お邪魔しとるで。もう何言っとんで。Is all that remains of a once powerful Yokai. ねえ。Right now, you're on the threshold of an amazing adventure, Yokai.もしかしてやめてよ。それにしてもどうして。
礼したわ。私は超高校級のメイン、東條キルミよ。紳士だから
あ、名前は極原ゴン太で、超高校級の昆虫博士なんだ。ゴン太は紳士になりたいんだ。本当の紳士を目指しているんだよ。
貴様ら。よし。Is all that remains of a once powerful Yoshi. Right now, at the threshold of an amazing adventure. Showtime. あのさ、そうだね。そうよね。けけけ。じとなんじゃ。ゆめろさん。待ってください。やめてよ。大丈夫だよ。よかった。バカか。心配すんな。俺に任せとけ。なんだろう。どうした。ほら。ところでさ、大丈夫っすよ。それで、だとしたら。そういうこっちゃ。
殺し合いだよ。殺し合いだよ。かわいい我が子たちよ、醜い争い合いはやめるのです。その声は、お父ちゃん、お父ちゃん、僕こそはこの新世界の神であり、そして最終学園の学園長。そう、モノクマだよ。お前らどうも初めまして。わーい、まったく、かわいいな。いや、お父やん、おもろなってきたやん。だから怒ってないって言ってるだろ。お父ちゃんがスーパーモノクマゴッド、スーパーモノクマになった。ただ
しい心のモノクマが6匹集まると変身可能なスーパーモノクマゴッドのパワーを持ったスーパーモノクマだね。この星がめちゃくちゃになるレベルでこねくり回しすぎの設定だぜ。せやけど神と神の戦いにふさわしい迫力やで。とにかく思いつかないってことはいないんだってば。むしろ鮮烈に思い出した。ウギギ、さすがはお父ちゃん、引き出しが広いぜ。とある少年誌に偏ってるけどね。いやエクストリーム。やめてください。そんなことしないよ。っていうかさ、いやつまりふざけないでください。あれあれ、やだな。むきー
ほっか。うむ、かわいいな。え、ねえ、おい、けどよ、やだな。じゃんじゃじゃん。は？そうそう、はい。あのね、貴様らの間で殺人が起きた場合、全メンバーが参加する学級裁判が行われるんだよ。学級裁判では殺人を犯した黒とそれ以外の他の生徒の白が対決するんや。この学級裁判の場で黒は誰かを貴様らに議論してもらうんだよ。で、その後の投票タイムで多数決によって導き出された答えが正解だった場合は、さあ、殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、やっぱり残酷だわ。想像しただけでグロくて吐きそう。殺人を犯した黒だけがお仕置きされて、残った他のメンバーで共同生活を続けるっちゅうわけや。ただし、もし学級裁判で間違った人物を黒に選んでしまった場合は、罪を逃れた黒だけが生き残って、残った白全員がお仕置きされてしまうんだよ。ヘルイエー、これが学級裁判のルールだぜ。ブヒャイヤイヤ。ショイの、あのね、なんつうか、まったく、あのさ、それも外の世界と一緒だよね。罪がバレたら罰を受ける。もちろん命がけの罰だよ。だってこれって殺し合いだからね。ヘルイエー。一品だぜ。えらいわ。ああ。一品だぜ。え。射殺でも殴殺でも小殺でも敵殺でも歴殺でも爆殺でも斬殺、感電殺、落殺、自殺、圧迫殺、出血殺、小殺でもお好きな殺し方でお好きな相手をお好きに殺してください。最終学園はそのための学園なのです。才能あふれる天才高校生を閉じ込め、殺し合いの一番を競い合わせる場、その舞台となるのがこの最終学園なのです。
参ったっすよ。でもさ、そんな。Thank you.